諸君こんばんはです。中学1年生ですね。今日3回目の授業なんですが、ようやくテキストを使って、勉強をし始めました。ですので今までの、計算というところからスタートの地点に一度戻って、教科書の通りに進んでいこうかなって前半思っています。後半は一生懸命計算をしてくれました。今日ちょっと計算は出しませんが、そんな形で時間がもしねあったら、計算ちょっとやってみたいと思います。それではまずは初めて出てきたんですが、実はですよ、素数というのは小学校5年生で勉強してるんですよ。本当はね、素数というのが出てきました。素数ってどんな数ですかって言ったら約数なんです。約数を1とその数自身のたった2個しか持たない整数ですね。それを自然数、そいつを素数と言ったんですね。約数を1とその数自身の2つしか持たない数であります。するとどんなものがあるかっていうと、実は1は素数ではないんです。もう1って1と1って1しかないわけですよね。ですので1は素数でないんです。ですから2が一番小さい素数なんですね。ですので2、3もそうです。3も1と3しか割れないですよね。約数が1と3しかない。4は2で割れちゃうからダメね。それから5、7、11、こんな数が素数と言われる数です。1とその数自身ね、その2つしか約数を持たない数です。そして1は素数ではありません。です。そして素因数分解というのをちょっとお知らせしました。こんな形でやっていきます。普通割り算はこうやって2で割って6って出すんですが、これの逆の書き方をします。2で割るのは2で割るんです。素数で割っていくんだけど、小さい素数から、割っていく順序があります。ですから、2というのが一番小さい素数なので、2で割れたらずっと2で割っていきます。2で割れなくなったら初めて3を使います。3でも割れなくなったらその次に5を持ってくるんですね。そして、答えが素数になった瞬間に終わります。ではちょっとやってみましょう。こんな風に逆に書くんですね。2で割ります。割った答えをここに書きます。6です。さらに6を同じようにして割っていきます。2で全く割れるので2で割ります。そして3が出て、3は素数なのでこれで終了なんですね。でどうやって書くかというと、 2×2×3 ですよと書いてやってください。12を素因数分解すると 2×2×3 これになったら正解です。では42も言ってみましょう。2で割れますよね。ですので2で割れます。21、今度は2では割れません。3ですよね。ですので3で割ります。3721でこれで終了です。ですから 2×3×7 と書けば正解になります。どうですか。2で割れたらじゃんじゃん2で割っていきます。割れなくなったら3、その次は5、その次は7、そうやって割っていくんですね。では50です。これ2で割れますよね。25はもう5525ですよね。ですので5で割って5だから答えは 2×5×5 という形になるんですね。ちょっと大きめなのをワントライしてみましょうね。144です。2で割ります。72、やはり2で割れて36、わお、まだ2で割れますね。18、わお、これもすごいぞ。書き切るかな。2で割って9、そしてここで初めて3で割って3、わお、ギリでしたという形です。ですから144は 2×2×2×2×3×3、 こんな長くなるんですが、こんな状況になりますね。はい、
それでは、チェックできましたでしょうか。素因数分解と言いました。素数とは、まずはね、約数をその数と1、1とその数自身の2つしか持たない数を素数と言います。そしてその素数で割っていくのを素因数分解と言いました。2で割れたらずっと2で割って、どんどん割っていって、お尻が素数になった。そしたらおしまいですよ。例えば42は2で割ると21出してきますね。そして21は3で割ることができるので、2ではないよね。3、7、21。7という素数が出てきたので、ここで終了。2×3×7。これで正解。どうでしょう。さあ、そしたら今度は3番に入りましょう。四角の中の数を引っ張抜いて、引っこ抜いてきてください。どれがありますか、この中で。0、プラス 0.3、マイナス 1.5、プラス 4、マイナス 4、プラス6分の1、マイナス2分の7。この中で整数はどれがありますかっていうことなんです。実は整数っていうと、これは負の整数もありありね。負の整数もあって、それから真ん中の0もあって、正の整数もあったんだよね。つまりこの3つ全て整数、マイナスもプラスも0も上げてくれということですよね。ですから、まず0ありありです。そして、これ小数、小数、整数、プラス4いました。マイナス4、負の整数いましたね。で、分数、分数ですので、0、プラス4、マイナス4と答えてくれれば正解ということになりますね。いかがでしょう？こんな形です。では、正の整数も上げてみましょう。正の整数は、イコール自然数とも言いましたよね。プラス1からのスタートです。小数、これは0だから自然数ではないんだよね。そして小数、分数、はい、ここは負の整数、正の整数、分数というので、なんとこれは1個だけ、プラス11というのが答えでしたね。では6番です。負の整数上げましょう。負の整数、負の整数、そしてあとは分数と正の整数ですね。ですので、マイナス2、マイナス10です。最後、自然数です。自然数は正の整数ですよね。0も入んないんです。負の整数も入りません。プラス3、プラス8がいますよね。ですので、プラス3、プラス8と書いてやってください。いかがでしょうか？こんな形で、数の分類。それから素因数分解というのを今日は新しくやりました。そして、ね、今までの計算、こんな計算なんですよっていうのを一回紹介しておきましょうか。括弧を外した計算をやりました。そして同符号、異符号の計算をして計算は終了という状況でしたね。ではせっかくですので、分数なんかもちょっとサンプリングしていこうかなと思います。こんな状況どうでしょうかね。でもその前に、基本事項をプラス3、プラスマイナス6というのでやってみましょう。まず括弧を開けます。括弧の開け方は括弧の前に何もない、括弧の前がプラスの時、括弧の中身だけ書き出せばクリアです。ですのでプラス3、マイナス6と書いてやってください。これはマイナスとプラス異符号の計算なので、引き算をして絶対値を引いて、そして絶対値の大きい方の符号をつけます。6から3を引いて3出しておきますね。絶対値が大きいのはマイナス6のマイナスの方ですから、答えがマイナスの3という形になります。同符号の計算であるとこんな計算ですね。マイナス3、マイナス6、同符号は足してその符号ですので、マイナス9という形、3と6を足して9、そしてマイナスをつけてあげる、こんな計算をしてきたんですね。さあどうだったでしょう。それでは最後に、分数であって通分をするときはどんな式を書けばいいのか、こいつを紹介しておきますね。
例えばこの問題ですと、マイナス2分の1、プラス4分の3というのをチェックしてみましょう。まず括弧を開けます。中身だけ取り出してきます。プラス4分の3です。そしてその下に通分した式を書きましょう。2と4ですから分母を4にしますね。マイナス4分の2プラス4分の3です。そして異符号の計算、違った符号の計算だから絶対値の大きい方からちっちゃい方を引いて大きい方の符号をつければいいんです。4分の3引く4分の2で4分の1出ますね。大きい方の符号はプラスなのでプラスをつけて終了です。いかがでしたでしょうか。それではまた基本事項と計算と、次も進んでいきたいと思います。それからね、明日土曜日、Q&A、QA というのがあります。夕方の5時から7時まで、途中参加でも、あるいは早引きでも大丈夫であります。先生に言ってくれればね。はい。そして、例えば、学校の宿題があれば宿題。でも、今日入学式だったから宿題はないと思うのでね、自分の勉強できるものを持ってきてください。自習が基本形です。みんなで一斉に自習します。そして、先生がいるので、今までわかんないことがあったら、どうぞ聞いてください。しっかりマンツーマンで、対応して、その質問を解決していこうじゃありませんか。はい、それではお知らせでした。ではまた頑張りましょう。では。